皆さんこんにちは。四日市市議会議員の谷口修司です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。この YouTube チャンネルですね、1月から、まずは100人、なんとかね、チャンネル登録をしていただこうと頑張ってきたんですが、この4月でチャンネル登録100人いただきました。ありがとうございます。100人いったってことでね、今回この T シャツを作ってみました。絵はね、うちの娘が書いてくれたんですけども、ちょっとこれ字をね、四日市工場委員会って、これ漢字をちょっと間違えて発注しちゃいまして、ぜひ次200人いった暁にはね、この T シャツまた新しく、買い替えたいなと思いますので、今後ともお願いいたします。これからもですね、この四日市の情報発信魅力であるとか、また四日市の市政に関することもね、どんどん発信をしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんまたお楽しみにしていてください。皆さんからのまたご意見とかコメントっていうのもね、お待ちしておりますので、どんどん積極的に投げかけていただければと思います。また四日市クイズもね、娘たちと一緒にやっていきながら、編集とかね、撮影っていうのも、嫁さんの力も借りながら、家族総出で頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願いをいたします。ではですね、次は200人目指して頑張ります。